久しぶり。いや、3日に1回くらい寝てあげてるでしょ。私は毎日がいいな。日向はお姉ちゃんを殺す気？にゃーねー、一緒に寝よ。またにゃーねー、にゃーねー、日向。いいよ、何して遊ぶ？なんか体動かしたい気分、うずうずする。いいけど外に出るのはダメだからね。家でできる遊びにして。あ、そうだ、プロレスしよう。プロレス。プロレスはちょっと。ボクシングでもいいぞ。私のことボコボコにしようとしてない？もしかしてまだ怒ってる？俺らの人面犬小屋に誰か行っぞ。見物料取ろうぜ。君たちは孫なの？はなんでだよ。こらガキども、またこの犬に顔描いたらぶちのめすからな。殴った後で言ったよこいつ。お前にもほら、前回のバイト代だ。ブロッコリーの種。ついに現物支給に。あ、つぼみちゃんだ。今日も可愛いな。だから見すぎだって。目里さん、うん、なんで知って。危ないだろ夏美。こっち見んな。どうしたんだその顔。ああ、まあ指導も気をつけなさい。え、お、うん。そんなこと言うなよ。なんで助けたの私のこと。なんでって、そりゃお前がエレンにやられてたから。エレンから受けたダメージで一時的に天使は使えなくなってるけど、十分注意してちょうだい。ああ、あんな場面に出くわしたりしたら助けるに決まってるだろう。ふざけんな。そんな綺麗事に騙されたりしないんだから。そういうことじゃなくて、私はあんたに化けたり仲間を消したりしたのよ。そう言われてもな、そんなつもりはないけど。夏美、最初に私と会った時、あんた綺麗って言ってくれたわよね。こんなみすぼらしい姿見られて平然としていられると思う？でもな夏美、今のお前ってそう悲観するほどか。お待たせ。え、お迎えに来た。そうなのか。あなたに助けてもらったとは聞いている。ありがとう。だけ普段はもっとちゃんとできる。ナルタにケイ。ケイは何がしたい？そんなこと言われても、もう使われていない。ん？え、フレ、フラ。どこの言葉だ？わからない。しょ、あ？違う。元からあった。元？どこで覚え。何をされても抵抗するな。年頃の男だから少々のことは仕方ない。私は飛べない。飛べない？テストでも実践で。どうして？母さんはもういない。エアショーで曲芸飛行中にお願いしたの。ザイが早くいなくなりますように。けいただきます。8つの怪しい噂。恋はいつも私を走らせるけど、誰かこの想いいつか君のもと届けて。占うテニスコートの壁打ち場、理科準備室のドッペルゲンガー、全てを飲み込む。ああ、校内を回って謎を解いていくぞ。部長、これ今日で全部回るんですか？ホストは理性を保っていられるかな。全く大丈夫かこいつは。いざという時のやつだぞ田中。何か拭くものとか探してきます。ごめん山下、私の声が。お前の優しさ空回ってるぞ。なんだ、ベランダにいたのか。人の断りを超えた超運動能力を獲得することに成功したのだ。水を吸収、表面積を保持したまま約5リットルの補水を可能とする。この上下セエコー。はい。え、うーんじゃねえだろボケー。
ほら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 。ママの。したいの。は？私としたいのかしら。セックス。あのね、折畑。別にいいわ。したいならそう言って。年は僕と同じ15歳。それよりまさき、もう戻ってこないと思った。そんなわけないだろ。むしろこうなったら持久戦だと思ってさ。綺麗になったわ。女ったらしだからだよ。ふーん、それなら代わりに私で満足して。上等だ。そこまで言うなら満足させてもらおうじゃねえか。おい、ちょっとやめろ。私に好きになる資格はないの。私に好きになる資格はないの。私にあの人を好きになる資格はないの。平気か？他に何かいるもの。ちょ、お前、おい、それ言っていいの？俺に。秘密にしてって言われてないし、応援してって言われ。ま。あ、ごめん昨日。みんなにこういうことすんの？ううん、しないよ。好きな人にだけ。やっちゃう？なんか悩んでる？え？かかメール？いいよ、見てもねえ。ボタン外して。今プラのって。私嫌い。いや、そうじゃなくて、ちょっと考え。それは魔物の卵くじです、タツ。今ならドラえもんの代金込みでお安くしておきますよ。直文様、このような無駄遣いは良くないです。おお、ピャピャ。おなあ、フィーロー。ぐぅ。礼を言うなら、このフィーロー。ぐぅ。ぐぅ。羽が熱苦しいぞ。お？は？おはよう、ご主人様。お腹すいた。わし、よし、今宵の相手はそなたに決めた。いや、バミルドン家だ。私はローズレイ家だぞ。私が女だ。うん、お祭りで食べるといつもよりさらに美味しく感じるのだ。とびきりの美女の匂いがする。ちょっと失礼。なに、取り乱しては。落ち着け、落ち着くんだ。私、待て待て、この格好だ。そこの女、私と勝負しなさい。うおこれは間違いなくトップだ。はい、でも黒の防御の皆さんも随分とご活躍。なぜ私がこんな格好をしなければいけないのだ。見るな、見ないでくれ闇。あ、でもせっかく合わせるが。クローバー王国さんの限界開始。ファイトスネーザー。なんかよくわかんないけど、目が弱い18になった時、呪詛魔法が発動する。お前たち全てをのっ